はいどうも、メイヤです。はいどうも、メッチです。はい、というわけで今日もね、バイトリーグやっていきましょ。今日のデッキはどっちで、前の鼓膜治ったっていうコメント来てるから、うん、コメント治ったでしょ。うん、今度コメント増設していきましょう。増設。はい、今日のレシピこちらです。うん、これはい、史上最強の総大将。で、一体だけしょれねえっていうことが解いて結構あったりするんですよ。うん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 、それを、はい、まあこの花人形だったり、はい、猛烈凛太郎と組み合わせて使うことによって、はいはいはい、まあ、結構いい火力を出しながら相手を処理できるのかなっていう感じですね。はいはいはい、であとは、うん、イカサマスロット、はい、迷ったんだけど、うん、イカサマスロットとアーツがね、変わんない、噛み合わないんよこいつ。あー、なるほどね。まあこいつを8番に置いて、うんうんうん、置くとかだったらまだいいんだけど、ね、ちょっと置きにくいんで。確かに確かに、こいつが5、6とかに置いちゃうと、はい、イカサマがもうね、どうしようもなくなっちゃうんで。なるほど、ね、だからちょっとイカサマスロットは入れてないです。はいはいはい、自傷ダメージが多すぎてもあれなん で、うんうん、で2体、この2体とこの1体がうまいこと重なれば相手のメンバー処理ながら戦えるよっていう感じの、火力で基本押し切るタイプなので、リーダーは2路使ってます。うん、なるほど、いきましょうか。いきましょう。はい、まあ、一番ねポイントはここ。好きだね。いや、可愛いだろ。かまってちゃんの可愛さは異常だと思ってる俺。しかも強いんだよな。さあ、いきましょう。いきましょうか。ちなみにバリバリ前半にあるじゃん、デッキの紹介したじゃん。確かに珍しいっすね。うん、こういうにしてはこんなこともあるんだね、たまにはね。強えな、強え動きや。まあでも強いかって言われると、うん、まあ相手陣地側にしっかり置けてないんで、はいはい、でも返されちゃうからね、基本的には。まだね。でもこれ単にね、結局ダメージは1000削れるっていうのは非常に強力な動きですよね。はい、通縁だ。US 今誰か、あれセンスマとかいる？え、いるよ。誰？え、あいつ。あ、チョゴリンでしょ。え、チョゴリンとエールの。チョゴリンとエール。やっぱりこう UFO とかさ、DDD とかが多いじゃん。まあね、確かにね、うん、DDD か UFO 迷ってんだよね。で、美少年も俺迷っててさ、その3体に結構振っちゃってるから、はい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 、その3体が全員センス6から7で、うん、あんまりね、そう、なんか誰がいいかなと思って。誰でもいいけどな、正直な。にゃーにゃー、リボン入りなんですね。リボン、うん、誰リボンって。リボン、あ、リボン、はい、リボンって聞こえた。とある漫画かと思った。あったな、これ。迷うとこだね。はい、ニロは基本ね、打ってる時になったらもう打っていいっていうね。そうね。そしてまあ400、400、300という HP、 これどうしよっかな。しょれなくはないが、あんまり綺麗にしょれるあれではないんで、うん、もう攻めていい気がしますね。なるほど。はい、これでヤジだけ残して200だけ盤面残って、うん、500、500、500とかでも1500なんで、はいはいはい、1400、うん、このターン残るの1600残るんですよ。はい、1400だったらまだ、まあ、高く見積もって1400なんで、うん、1400大丈夫だろっていう感じ。1600まで、ね、相手ターンで花人形が残っても1600なんで、はいはいはい、それでも大丈夫だろっていう算段でこれにしてます。なるほど、はい、この辺のやっぱ火力は遠い、強いね。強いね。そこ、違反切符、これは大丈夫だったんじゃないかと。そうでしょう。ったとこですかね。さすがにこのターン2000、1800か。はい。は削られないと。うん。よし。なるほど。やっぱ強いな。いいね。この動きができればよかったんだけどね、一旦目とかね。そうだね。リンタロウ出して、総対象ポンと出すっていう。はいはいはい。これで合計1000ダメージを削りながら、うん、相手ファイターを処理することができるという。相手に別にアーツを当てなくてもってやつ、ね、そう、それが強いなっていう、うん、でね、結局ビンゴガールも、はいはい、処理に使えたりするんで、うんうん、
まあ、かなり強力なデッキなのかなと思います。そのビンゴがあるとあのリンタロウの、ねとかね、コンボとかもかなり強いと、うん、もう一回行きましょう。はい、もう一回行きましょう。行きましょう。さあ行きましょう。なるほど、ネル黒姫8、まあ、ここはこれでもうバチコリ決めて、はい、やめろっつーの、やめろっつーの、あの8枚以外に出てください。12とかいいっすね。素晴らしいんだ、かっかお前はよいしょい、ありがとう。これやばいよボーン、このターン1400ダメージを、いや素晴らしいダメージ与えていくと、向き間違えてんぞ、強いね、強いわ、本当にもう火力でね増量していくと、火力で押し切るタイプのデッキになってます、うん、もう相手よりも先に相手の HP をゼロにするっていう、はい、相手よりも先に相手の HP っていうか何だろう、うん、相手よりも先に相手の HP をゼロにする待ってこんなこと2回言った、いやなんか変だなって言ってる言葉が、まあ、相手よりも合ってますけどね、いや合ってないんですよ、よく言うさ相手よりも先に相手の HP って、うん、相手がなんか相手の HP をゼロにするみたいなこと言ってるじゃないですか、相手よりも先に敵の HP を、そう敵の HP だね、うん、でも相手でもいいのか、まあでもそうよ、そういうこと、うん、難しいところだ日本語って、日本語ね、うん、いいんじゃないですかこれ、あでもそっか UFO でいいのか、いやこれ使った方が良さそうな気がするね、花人形紙人形、うん、にしましょうか、面白いんじゃないですか、紙人形じゃねえそんな名前だったけど、史上最強ね恩大将ね、はい、このターン X すごいよ、さすがターン A のお兄さんだ、恩大将は何それ、怖い怖い、あ知らないです、何総大将だったし、しかもニャンチュ、違う違う違うっていうのがいるんですよ。okay. はい。これね。はい。これ強いよ。ね。わしが出よ。ドーンでダメージを受けたタイミングで、うん、音対象の総対象なの、効果が発動して、イエス。強いわ。いいね。一体して処理ないときに強いこのカード。いいね。なるほど。いや。サンタだよ真っ赤な方ね、サンタだよ、お懐かしい、懐かしきファイター来たね、クリスマスカット、俺なんていらないよ、かっこいいねやっぱり、かっこいいんだビッショーは、まあ俺の勝ちだな、はい、いやいいね、強いね、強い、その総大将のやっぱね、このタンクすごいよ、さすがとお兄さんだ、マジで知らん何それ、ひたすらしかも説明してくんないし、全部顔入ったよしかも、うん、それがうまいところなんだ、なるほど、イエーイ、強い、強い、もう一くもう一戦いきますか、OK、いきましょう、次いきましょう、箱入りパリピひよちゃんです。かわいい。これも変えようかな、なんか。そろそろ明けおめえやはもういらねえな。ことよろっちももうやめようかな。一回転します。はい。ブリズム1。やっぱこれ600ダメージで結構強いよね。強い。うん。それプロップとか出してるようなもんやからな。いいですね、これまた来るか、またコンボを決められますよ、いや多分これ俺リンタロウと UFO クイーンでもうガチゴチに攻める気がするんだけど相手のその置いた場所次第ですね、うん、だって8番来るんじゃない、あだろうね、くー、そしたらじゃあ400400400いきましょう、いや行って、いや強い、いやセンス5一緒やんけ俺と、ファイティングバス打ちますわ、はい、まあ、このファイティングバスの300ダメージって結構でかいんですよ、うん、そうだね、これがそうファイター1体また殴ってるようなもんだから、そうこれが結構ね逆にね食らうっていうか、うん、相手にダメージをかなり高いダメージを与える可能性もある、そう考えるとマジでさ、うん、本当にこの初期
のトイのこの強さやばいね。やばいよマジで。1ブランドぶっ壊れてたよね。どうしてもいいんだろう。400、400、200とかで400、300、200で900ダメージ与えて1200か。いやここはもう相手の嫌がらせしよう。400回復されるんで、うん、300まで回復されると。クリティカル出せよ。バチコイ、よいしょ、よいしょ。そりゃそうだ、センス6だったら花人形の上位互換でしたと。はい、どこ見ては投げてんだ戦法を食らってしまうが、はい、400、とはい、400、500、400あります。1300、よいしょよいしょよいしょ。ああいうな、猿さんのタンバリンもシャー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 って、あの出てくる映画によってはめっちゃ怖いやつ、ね、ああそう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 。1,2 が空いてれば大丈夫、1,3 が空いてれば大丈夫、まあ空くでしょう。あとなんか何が嫌なのあるか。めっちゃ迷ってるめっちゃ迷ってるな。そりゃそうか、俺はもうね勝ち確と言ってもいいんじゃないでしょうか。勝ち確でしょう。はい、つるしもね後手だったら強いけど、うん、なんかそこまで火力は結局出ないから、うん、難しいところではあるんですよ、ね、そうだね。あと結局こういう問い合戦とかになると、うん、別にツールーシーでじゃなくてもしょれるよっていうのがあるから、行っちゃえばいいじゃんみたいなね、うん、シュッやめろっつーの。え、これ強えわ、強え、はい、強えわ。火力がやべんだ、うん、マジでおもろいね。はいしょ。結局これ UFO クイーンがだったとしても勝ってるからね。まあそうね、今 UFO クイーンが漏れたわけじゃないですか、うん、センスの塊はい、というわけで、はい、まあ、今日はね、うん、トイデッキご紹介させていただきました、はい、史上最強の総大将、はい、シンファイターですね。最強ですね。いやマジで強いね。1回しか使ってないけど紙はそうだね、うん、あとまあ自傷ダメージを食らった時に発動するっていう効果で、はいはいはい、結構そのどうなのかなっていうのがあったんですけど、はい、その意外とやっぱり、まあ、花人形と忍太郎だけじゃないですか、うん、ダメージ食らうのは。いやそう、それで十分なんだけど、意外とやっぱりそれで強くて、うん、まあね、その効果に頼らずとも立ち回れるし、そうそうそう、火力が高いんでもう押し込めるっていう感じで、紙だったらもう強いでいけると思うんで、なるほどね。ぜひ皆さんも見ていかがでしょうか、はい、参考にしてみてください、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。